はい、今回はですね、6月7日の記事で、その筋肉マンの実写ドラマがね、放送されるっていう記事があったんで、そのドラマについてお話ししていこうかと思います。まあ、その実写ドラマっていうとね、結構誤解をね、与える表現になってしまうんですが、題名はね、筋肉マンザ・ロストレジェンドです。まあ、早速行きましょう。筋肉マンザ・ロストレジェンドというのは、舞台はですね、2019年です。筋肉マンの実写映画マッスルマンが企画されていました。しかし、制作発表の前日に制作チームがトラブルに見舞われてしまうといったストーリーです。だからね、要はどういうことかっていうと、筋肉マンの実写映画ではなくて、筋肉マンの実写映画が制作されるっていう設定で、その映画に携わった人たちを描いた、実写ドラマですね。なんで、フィクション作品です。これが結構ね、ややこしくてね、ひょっとしたらその筋肉マンのね、実写映画もしくはドラマが制作されると勘違いをされてしまった方もいらっしゃったかもしれないですね。自分も最初ちょっとよく分かんなかったんですけども、でちなみに自分はね、このドラマの記事を見た時ね、ものすごい変化球投げてきたなっていうのはね、思ったんですよね。脇を攻めるというか、その実写映画ではなくて映画を作ろうとしている人たちのフィクション作品かよってね。で自分はそのアニメ化をね、ずっとね期待しているんですが、やっぱね、こういった記事を見ると克服すべきハードルっていうのはいくつもあるのかなっていうのはちょっと思ってしまって、なんで要は筋肉マン関連のドラマがね作られること自体はすごくね嬉しいんですが、アニメ化までの道のりはまだまだ遠いかもなーっていうちょっと悲観的なね考え方もしてしまったんですよね。まあ、楽観的に考えればね、今回のそのドラマがをきっかけとしてアニメ化につながるかもっていう考え方もできるかもしれないんですけど、でね、ストーリー内容についてもう少しお話をしていくと、まず主演なんですが、主演は前田ゴードンさんですね。はい、ウォーズマン役として抜擢された本人の役を演じています。だから、ドラマの中でも前田さんなんですよ。そして、前田さんをはじめ他の共演者とともに映画を立て直すことに奮闘すると同時に、隠された過去があるマッスルマンの謎にも迫っていくといったものです。なんでミステリー要素もあるかもしれないですね。一方でそのゆでたまご先生はそのストーリー内容を見た時、面白おかしく描いていたと言われていたんで、コメディ要素も強いんじゃないでしょうか。またやっぱ筋肉マンのネタも結構出てくるのかなとはちょっと自分は思ってたりします。で、監督なんですが、監督は松江孝明氏ですね。要はその代表作として山田孝之の東京都北区赤羽があります。このドラマちょっとね自分見れてないんですけど、いわゆるそのドキュメンタリードラマみたいなものらしいんですよ。で、前田さんもですね、途中から何が現実なのかわからなくなると思いますとコメントされていることから、いわゆるそのフェイクドキュメンタリーのようなドラマになるんじゃないかなと思われます。はい、まあ、今言ったように松江さんはそのドキュメンタリードラマとかがですね得意とされているみたいなので、なお本作品は全10話で10月からワウワウプライムでオンエア、またワウワウオンデマンドで配信予定なんですね。ここなんだよね。自分よ、まあ、希望を言わせてもらえればネットフリックスやアマゾンプライムとかでも配信してほしかったかなっていうのはあるんですよね。この2つは自分契約しているんだけど、ワウワウオンデマンドはねしてないんで、ね、まあしますけど、はい。ちなみにね、そのゆでたまご先生のこのドラマに対するコメントの中で、前田さんとウォーズマンは今後成長し活躍するなど共通点が多いと話されていたんですが、このコメントはね、ウォーズマンが長身のシリーズでも活躍すると確信を持っていいものなのかなってちょっとね自分思ってしまったんですけど、どうですかね。はい、とりあえずですね、10月からねワウワウオンデマンドに入って、まあ、視聴する準備はしておこうかなと思います。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。